セルコモデルの姉妹バージョンであるヘイングニュック MT-2000 ヘイングニュック MT-2000 は1994年に発売された携帯電話である。この端末はデンマークストブリングにあるヘイングニュックの開発センターで設計、製造された。この端末は前身である1992年のヘイングニュック MT-900 と共にソフトキーの機能を導入した。 最初期の携帯電話製品の一つである。また、MT-2000 は、従来の外付けアンテナではなく内蔵アンテナを組み込んだ、世界初の製品でもある。さらに、ヘイグニューック MT-2000 は、テトリス系のゲームを組み込んだ、世界初の携帯電話でもある。ヘイグニューックは、デジタルモバイルゲームの最初期のデベロッパーの一つであり、その開発センターは、 デンマークストブリング所在のセルコであった。セルコはすでにアナログ携帯電話の開発を行っている企業であった。彼らの端末にはヘイングニューク及びセルコという二つの姉妹モデルがあった。ヘイグニュークは早くから GSM 方式の携帯電話市場に参入していた。ヘイグニュークで最初の GSM 携帯である MT-900 は ライバルのノキアの最初の GSM 携帯端末から4週間、遅れて形式承認を得たが、モバイルゲーム搭載モデルでは3年先んじた。ありがとうございます。